3代目のチームバスはご覧のようにオフィシャルクラブパートナー神田交通株式会社様のご支援により、ボディカラーはブラックを採用し力強さを表現し、ベルマールクイーンが映えるカラーを採用しました。車体の左側にはベルマーレロゴ、そして右側にはクラブ創立30周年ロゴ大胆に楽に、そしてバス配備にはオフィシャルチームバスパートナーの株式会社リップルコミュニティ様のロゴが提出されています。車内は独立シートでゆったり座れ、シートには USB 充電器も装備し、そして選手たちの快適性を最優先にし、移動時もストレスのかからない仕様となっています。それではまずはじめに、今回チームバス製作に多大なご支援をいただきました神田交通株式会社代表取締役社長の井上雅美さんより、ご挨拶を賜ります。よろしくお願いいたします。どうも皆さん、はじめまして神田交通の井上と申します。よろしくお願いします。こんなバスを作ってしまってちょっと大変な、皆さんのこの喜びを見るとですね、なんかすごくこう思わを持っていうか、なんか重圧を感じている次第でございます。まあでもこの車をですね、ぜひ使っていただいてですね、なんか5位と言わず、ぜひ星を一つつけたいなと、このバスもあるんですけど、ぜひそういう目標を頑張っていただいて、このバスを使ってもらえればなというふうに思いますので、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、湘南ベルマーレ代表取締役副社長自伝の坂本浩二より、井上社長へ花束が贈られます。それではまず、はじめに、坂本浩二より一言お願いいたします。皆さん、こんにちは。めちゃくちゃかっこよくないですか。僕は現役の時に乗りたかったなって言うんですけれども、本当にクラブは今年30周年ということ、それから新しいステージに行こうと、上を目指そうというような新しいスタートの年に、このようなざっくりバスに乗って選手たちの士気も上がってますし、勝利に向かうという意味でも本当にありがたいバスを作っていただいたなというふうに思います。このバスができて、選手の士気も上がり、恥ずかしい試合はできないと思いますし、先ほどおっしゃっていただいたように、ここに星が1つと言わず3つ4つつけれるようなチーム作りをしていきたいと思ってます。また今後も神田浩二様と一緒に共に歩んでいけたらなというふうに思いますので、今後とも応援よろしくお願いいたします。本日はいろいろとよろしく、ありがとうございました。はい、J リーグ加盟30周年の記念すべきシーズンに新たなバスで新しい夢へ船出します。ぜひワクワクするシーズンを共に作ってまいりましょう。以上をもちまして新チームバス御礼セレモニーを終了いたします。重ねる中、皆様ご覧いただきましてありがとうございました。それではこの後は頑張って一緒に戦いさせて優勝し戦いを取りましょう。ご礼者さん、ありがとうございます。本日もお仕送りください。そしてこれからもよろしくお願いします。やっぱマッチョ思って